ここからは中央大学放送研究会の会員が峰岸さんにお話を伺っていきます伺うのは前回に引き続き中央大学放送研究会法学部2年有方けやです峰岸さんどうぞよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしく、えー、今回の大震災につきまして、えー、私たち中央大学放送研究会を代表いたしましてこの場をお借りしまして、えー、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます えー、今回、峯、えー、岸さんにお話を伺いたいと思うのは戦後最大と言われる震災を私たちは目の当たりにしたわけですがどうしても阪神大震災や中越地震というのは私たちも経験あるいは聞くことは多いんですが関東大震災というのは非常に聞くことは多いんですが実際どのような状況だったのかというのはあまり耳にすることがないのでぜひ、峯岸さんに関東大震災がどういったものだったのか ついてお話を伺いたいと思うんですが、あ、そうですか。まあ私は丸、えー、には生まれただけど、やっぱいろいろな経験の中でもって父親母親から聞いてますから、まあ関東大震災中当時としては一番大きな地震だと思います。第一番には地震はちょうど 昼間の昼食時間11時54分だっていうからどこの家でも食事の支度をしていった早いものは食べ,て食べ始めて9月1日っていうのは残暑の一番厳しいでその時にはすすごくムムシシししていいたらしいですよだから女性はともかくあの男性はみんな裸になっていた。 へー裸になっていたとこへいきなりその地震が揺れる揺れる地震じゃなくて下から突き上げるようなうん下から突き上げるようなその前にそそそいくらかこうムシムシスーしてて黒い雲がこう立ってきたらしいんですほ<ー>したらダシーンとこう突き上げて突き上げたて。 と同時にグラグラッともう立っていられなかったこれは大変だっちゅうって父親も母親もその隣あの前もって思った私は多摩市の落合に住んでたんだけどおじさんが目黒って言ったら東京の目黒に庭師をやっててその目が悪くなっちゃったから。 助けてくれって言って、親父はその前の年。前年しか。大正10年にこう。おじいさん、おっと、母親と連れ、連れてこいって。そこを手伝いしてて、うん。ちょうど。関東大震災というか目を抜いたらしいです、うん。そうして。昼時ですから。食事が。準備が終わってないとこから。 突き上げた揺,られ揺れる中でもって火の粉が一番ちっちまって<ー>昔は木造が多いもんだから火事になってくるすごいその火事になってきて大変だっちゅんでもって、えー、地震ですから家の中にいられないからみんな外へ出るんだけど歩っちゃ出られないんだってみんなハイツくばって出たてあひどかったんですね状況がハイツくばってね 道のたたっっててましたそうしたら後で言ったら当時の住宅がそう三尺っちゅうから約1メートルだけどその揺れ方によって1メートルで体が動いちゃったへえ1メートル。はい、うん、で今度は午後2時になったら地震のために火災が起こったもんだっつったから。 刑務所の囚人それを警察署が解き放しをして、まあ、昔の歴史の中にもちょっとよくあの牢屋をと解き放してな何時何分までに帰ってくれば罪を一を堅じますよっうそういったこともあったらしいけどああたまたま横浜の方にすごい刑務所があってそこの囚人が ボートになって怒ったって言う、えー、それまであの一番これからもあることだけど気をつけなきゃしょうねって流言ひ語なんですよねああそうですね実際に解き放ちは解き放したんだけどボートになって襲ってくるってことはなかったらしいんだけどその話がいつ早く警察から軍と当時は軍隊がありましたから両方から 子宮の回覧っていうかそういうい伝達が回りまして、えー、すぐ年入れ女子供は一番近い目黒の兵隊屋敷っていうのが目黒にあ視聴、えー、兵団体っていうのがあったらそこへ逃げ込むっちいんで言って、えー、で母親がわわ私を思っちゃ大変だから逃げられないから父親におさってそれからまあ近所の子供の手を引いて、えー どのくらいあったんだかってとにかく一里上はかけたって言いましたから平台屋敷はどのぐらいだったかそこへえみんな女子とも年寄り逃げ込んでいたってそれで夕方になったら母親は何だかその下町がすごく燃えてるっちゅんでって見物しちゃおかしいけどどんな様子かと思って平台屋敷の2階から見ると。 下町の深川だとかで向こうの方のはもうまるっきり火の埋める。で父親はあの私たちを届けてからそのボートが来たら私たちって,って若い者でもって守らなきゃければ誰が、ま、町を守るんだって兵隊屋敷に逃げ込んでいるわけにいかないからそれぞれがまあ どういった関係だか、その、そういったものがあったんですよ。貸しの棒を持って。それぞれの町内でもって、事件でも作ってね。もし来たら。叩きすぎちまって。で、守った。だけど。関東大震災も。余震がずーっと下までずっと。家の中には寝ていられないと思って。父はなんか、大八号の上。路上に寝るわけにいかない。大八号の間の。上。 五座っていうのを引いて住んでもって布団をすいて住んでたってましたが母親は母親でもってそう言って二階の窓から見てて三日未満もいたらしいですあ<ー>で相当、うん、東京の大空襲が先月の3月とかに記念になってますがそれと同じように三日未満もいたっていうのは相当の火災だったと。だけどうん 第翌日になってボートが来ないもんですから自分の生まれ故郷今のた魂の落合がどうなってるかっつって自転車を持ってきて双子玉川を渡って双子玉川を,を渡ってきて<ー>そうしたらあのアスケラとか向こうから菅村っていう川崎市の菅村その次は稲毛だけど、はい、で来たら つつつね、みんなそその、昔、先祖が残してたかや槍だとかそれから農家だから万能だとかなたとか釜とか持って自恵団を作って筒つにつつつい,いんだとよ<ー>それでもって<ー>もうこれから先は,では、ね、ボートが来るから通しませんよいや、私っはは、ね、今、 に住んでたから自宅がどうなってんか心配だから行くんだけどボートはもうこの東京の方は全然大丈夫ですよって、うん、そうかそうならあのよかったっつってちょうど地震でもって振り落とされた梨あそこらの梨の山地ですからああそうだったんですか梨をいっぱい自転車のカゴをくれてない自転車の後ろにつけたってや ほでんあそこのとこからすげえから来て矢の口に来るそ,れそ,のその次は大丸へ来る通ずつにそういうんだってよでそこへ行っちゃ<ー>なショ食べ物ねえんだか, <laughs> だからいくつか割っちゃまた次行ってね、はい、で連行寺蓮光寺から下って赤道行ってこった行ってお,お茶へ,へ行ってみんなそれやってんだって。 んみんな大やって<ー>姉を自転車の中で言う人のことしてて「流言飛行」っていうのは恐ろしいもんと思ってね,そうですね全然なんでもなかったのに、えー、そ,うそういったことをしてうちの人は幸い多摩でもあとの調査では多摩でも14軒だけですあの地震で潰れたのは火災はなくて。 でそれも住んでる家は少なくてて落合は全然4軒だけだけど落合の4軒っていうのは古い家だけでもって古い家ってもう小屋堆肥小屋とか養蚕の小屋そ,そういうものが1軒だけうちの方のと土蔵が来ることだけどそういったのあれがあったらしいですがで流言肥後っていうのは恐ろしいでそんなことを話してくれました。 やっぱりその噂というものは私たち今現代を生きるものも注意しなければいけないし人間として惑わされてしまうというのは誰もが持っていることだと思うので気をつけなければならない教訓ですね。そうですね、まあ、の今はこう電波の時代でもって科学が進んでいるからそういったものがいつ早く情報を伝達するようになっておりますが今回のことを聞きますと。 いざっていう時にはいろいろ聞いていてもなかなかそれの対応ができないっちゃあおかしいけれどそういった中でもって第一地震だけじゃなくて今回のは津波中ねそうですねうもうとにかく100年に1回の津波ですから大変だと思います。でこういった災害ののとにやはり役立つものとしてラジオが 注目を集めたと思うんですがやはり災害時のラジオの役割というものは非常に大きいものだと、まあ、私たちも東京にいたものとしても痛感したんですが峯岸さん災害時のラジオの役割についてどういったご意見をお持ちでしょうか。そうですねあの阪神淡路のあの大地地震の後やっぱり地域情報をいつ早く 住民に知らせて避難するっていうことが大切だってうでそれにはやっぱり、えー、きめ細かいなんていうか県とか、うん、軍とか区とかあるけどそういう広い範囲じゃなくて本当の地元地元地元の地域情報っていうのを大切だっていうのって、えー、まあ私たち魂も国が大変だ っていうことの中で各都道府県へ三局ずつ、ええ、ああの FM 放送を許可いたしますって言って言ったけど、はいうん、確かに放送っていうものを通じていつ早く皆さんにあの電気でもってテレビだとかいろいろなことあるけどひとたび電源が効いちゃったらそれ見ることはできないしいくら 立派なあれがされてもできないそれよりも身近でもって自分でもって電池を持ってて身近でもってする地域ラジオそういった放送を通じていつ早く確実な情報先ほど話したいという流言飛行に惑わさらない正しい報道をしてもらって早くどこへ逃げたら一番 確かに財産もあるけど、第一番には命あっての財産ですから、うねうん、命を守るためにはどこ行った方がいいか、でそういったことは確かにお年寄りもいるし、子供もいる、だけど、遠くの方の親戚だと知り合いじゃなくて、自分の住んでる地域の、地域のものもの,の手を貸してやって、それとともに早くそういったところに逃げる。 避避難難すするるる逃げるっていううよりも避難するっていうでそういったことが一番やっぱりラジオを通じて、えー、一番大切じゃないかなで私たちは過去の経験関東大震災の時にはまだ、えー、まだラジオは愛宕山にしたら大正14年だからあ,ーあとですから。うん そういうふういと思現代の中でもって私たちは戦争っていうものを体験してるけどやっぱり戦争でもって私も一つの敵との対する中でもって兵隊汚天の兵から25年預かってる中でもってこの者たちをどう正しく動,く動いていただくかっていうのはあの命令だけの命令っていうか知らせることは